生、僕を死なせて。そうさ、こんな時になると神々は救いの手を差し伸べられる。足りない馬をよこされ、急ぎのようだからともう一頭、おまけに余計な孫まで授けてくださる。やはりそうだ。少年は健康だ。母親の与えたコーヒーの飲みすぎで少々血行が悪くなっているだけだ。本当は人思いにベッドから叩き出すのが一番だ。とはいえ私にはこの世を改善する気なんかない。だから患者はこのまま寝かせておく。私は地区の雇われ医者に過ぎず、自分の責務は十分こなしている。給料ときたらひどいもんだが、気前はいいし貧しい者の味方だ。少年の言う通り、私だって死にたいくらいだ。こんな果てしなく続く冬に一体どうしろというのだ。豚小屋にいたのがたまたま馬だったからよかったようなものの、つまりがこうなのさ。しかし彼らはそんなこと知る由もない。また知ったとしても信じやしないだろう。処方を書くのは簡単だが、人々と気持ちを通わせるのは難しい。とにかくこれで診察はおしまい。私はまたもや無駄足を運ばされたってわけだ。でももうこんなことには慣れっこだ。この村の連中は夜の緊急ベルをのべつ鳴らし、寄ってたかって私を苛むつもりなんだろう。私はあれこれと一時しのぎの言い訳を考える。さもないと役立たずのこの家族に向かって殴りかかっていきかねない。まったくこの連中は私に何を期待しているんだ。ことによると、
本当に少年は病気かもしれない。ああ、今度は両方の馬がいらないている。きっと上からの命令か何かで私が診察しやすいようにしているのだろう。そうだ、少年は確かに病気だ。哀れな少年よ、お前はもう助からない。私はお前のひどい傷を見つけた。その脇に咲いた花のためにお前は死んでゆくのだ。僕を助けてくれるの？さあどうぞ、お気に召すまま。私にどうしろというのだ。私は下働きの娘を強奪された、しがない田舎医者なんだ。